今日はですね、平日ともあって誰もいないんですよ。貸し切り状態ですね。なんか人目を気にせずできるっていいわ。でも話し相手がいないからな、幸せだ。こんにちは。こっち来てん。おいで。あ、来た。来たの？いい。でもな、綺麗だね、君。飼われてる猫でしょ。ついてきたの？え、さっきの子？いや、さっきの子と違う、また。あ、さっきの子と違うね。トラちゃんか、君は。トラちゃん？じゃあね、トラ。バイバイ。2匹になっちゃ困るよ。2匹になったら困りますぜ。ついてくるの？じゃあご飯を炊いていこうと思います。どんぐらい食べようかな。ご飯が炊き上がったら、今度はメインのおかずを作っていきたいと思います。はい、もういいでしょ？もういいと思う。メインはスペアリブです。で、これは昨日、つけたものです。ニンニクたっぷりでつけてきました。で、あと半分は塩コショウで食べようと思って、一応塩コショウは振ってきたんですけど、足りない時用に塩コショウを持ってきてあります。まずは中まで火を通すためにアルミホイルで包んでいきます。まずじゃあ味をつけた方からですね。美味しそう。よし。よし。まず味付けの方完成です。超簡単じゃん。いいね。簡単にご飯食べれるって最高だね。よし。じゃあ次は塩コショウで漬けたスペアリブ。食べ応えありそうじゃないですか？
か。あっ、やだー、捨てるわけにはいかない。よし、出来上がりました。これで中まで一旦火を通して、火が通ったところでこのアルミから取って鉄板で焼いていこうと思います。無駄だな。で、さっき誰もいないって言ったんですけど、その奥の方にお一人いらっしゃいました。テントを立ててる方が。結構なんかソロキャンプって嫌かなと思ったんですけど、まあ人がいないっていうのもあるんだけど、いいかもソロキャンプ。仲悪いの君ら。どうしたい？あっち行くの？ご飯はご飯が進む。めっちゃいい匂いがしてきました。うん、ニンニクの匂いがいい香りだ。お腹すいた、早く食べたいよ。あー、お腹すいた。いい匂いがしてるもんね。ではご飯を見ていきましょう。ほう、バカだ。何考えてんの私。嘘でしょ。中を見てみよう。さあ、こっちは？お、あ、こっちもいい感じだね。あ、ちょっと焦げてるこっち。あ、やっぱり少し焦げちゃった。これは美味しいでしょう。じゃあそれではいただきます。わあ、美味しそう。うん、美味しい。よいしょ。それではですね、もうそろそろ時間になりましたので片付けをして帰りたいと思います。今日初めてのソロキャンプだったんですけど、平日ということもあってすごく静かにキャンプすることができました。また機会があったらソロキャンプに来ようかなって思ってます。今回も動画を見てくれてありがとうございました。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。